日本の造船所で約40日間の点検補修を終えて、横須賀郊外で機材を積み込むイギリス海軍の哨戒艦テイマーである。外務省の報道によると、国連安保理決議により禁止されている北朝鮮籍船舶の瀬取りを含む違法な海上活動に対して、イギリス海軍哨戒艦テイマーが東シナ海を含む我が国周辺海域において、2018年以降9度目となる警戒監視活動を行った。映像はこの後、点検と機材の積み込みを終えたテイマーは補給のため海上自衛隊の長浦港に夕方寄港した時の様子です。